津ヒ日陰のカズラは、日陰のカズラ植物門に属する代表的な植物である。ツタという別称もある。講義のシダ植物ではあるが、その姿は、むしろ巨大な苔を思わせる。山ヤに自生する多年草で、カズラという名を持つが、鶴城ながらも他の植物の上に生い上ることはなく、地表を這い回って生活している。ハリチョウの細い葉が茎に一面に生えているので、 やたらに細長いブラシのような姿である。茎には、主茎と側使の区別がある。主茎は細長くて硬く、匍匐茎となって、二股また分子しながら、地表を這う。ところどころから根を出し、茎を地上に固定する。表面には一面に、線形の葉がついているが、葉はほぼ開け出しているので、杉ゴケなどのような感じになっている。側使は短くて、数回枝分かれをし、 その全体にやや密に葉をつける。夏頃に胞子をつける。まず茎のところどころから垂直に立ち上がる枝を出す。この茎は緑色で、表面には輪ペン状になった葉が密着する。茎は高さ5から1 5トル、先端近くで数回分子し、その先端に胞子のウホをつける。胞子のウホは長さ2から1 0トル、円柱形。胞子の尾を抱えた。 林片状の放射用が密生したもので、直立し、やや薄い緑色。日本では、沖縄以外の日本に広く分布する。国外では、世界の北半球の温帯から熱帯域の鉱山にまで見られ、分布は広い。そのため変異も多い。名前の由来は、日陰のクズで、日向に出ることを意識したなとの説もあるが、よくわからない。日陰のクズと当てる場合もある。 湿った日向の傾斜地によく生えるが、あまり湿地には出ない。林道周辺などでよく見かける。本種の変異としては、以下のようなものがある。日陰のカズラ属にはこの他にも補服性のものがあるが、多くは、より短く平らな葉を持ち、茎に沿うものが多いので、ブラシのような見かけにならないものが多い。ブラシのように見えるものとしては、以下のようなものがある。胞子は石松子と呼ばれ。 外薬の衣や、リンゴの人工事故の際の花粉の増量剤として使われる。湿気を吸収しないことが利点で、傷に塗って血止めとした例もある。植物体を乾燥させても、比較的よく緑を保つことと、その姿の面白さ、紐状で様々な形に巻いたりと加工ができることから、ドライフラワーやアート素材などとして用いる例もある。また、金魚の養殖では、 これを産卵層に使う例がある。その他、高級料亭でカワウオなどに添えて飾る例もある。この植物や似たものを祭事に用いる例がある。一説によれば、天岩戸の前で雨の渦めが踊った際に、この植物を素肌にまとったとも言われる。古事記には天皇山の日陰鶴を手凶にかけとあり、この日陰鶴が日陰のかずらであるというのである。 万葉集にも日陰カズラの名が見える。また、紫式部日記などでも言及されていると考えられる。紫式部日記傍中では、類似雑用賞、日本初期人大巻、演技式、和名賞の中から日陰鶴のものと考えられる記述を挙げている。京都の伏見稲荷大社の大戦祭では、参拝者におみきと日陰のかずらが授与される。同じく、 京都の鴨明伊かずのの神社では、正月最初の渦の日に、日陰のカズラを中心に用いた渦絵を写頭に飾り、祈願した渦絵は宮中に献上される。また、奈良の伊佐川神社では、日陰カズラを頭に飾った舞姫が踊る、五節の舞がある。大上祭や、新滑祭りにもかつては、これが用いられたという。二0十九年十一月、大上宮の儀で、えものは、 冠に、ゲのかずらを飾り、また天皇が通る、雨に五郎家は、天井から日陰のかずらが吊り下げられていた。ありがとうございます。